P53 遺伝子周辺のタンパク質間相互作用。インタクトのデータをもとにサイタスケープで可視化。辺の色は実験手法の違いを表す。タンパク質間相互作用とはタンパク質分子間の相互作用である。具体的には複数の異なるタンパク質分子が状態に応じて特異的複合体を形成する現象として捉えられる。 タンパク質には単体で機能するタンパク質もあるが多くのタンパク質は他のタンパク質や生体高分子と相互作用することでその機能を果たす。よってタンパク質の機能を解明する上でタンパク質間相互作用は必要不可欠な情報である。近年プロテオーム解析が進みタンパク質間相互作用の検出も大規模に行われるようになってきた。 これらの大規模なタンパク質間相互作用情報はインタラクトームの代表例であり、これらインタラクトームをネットワークとして捉えることにより、グラフ理論を用いた解析も行われている。P を検出する実験方法は、基本的にはタンパク質分子が互いに結合していること、あるいは空間的にごく近接して存在することを示す方法である。次のようなものが、 目的に応じて用いられる。P の主要なデータベースとしては、Bind, ディ p Mint, HPRD, Intact などがある。また、PView では、日本の人遺伝子データベース H、インビテシャネルデータベースのタンパク質に割り当てられた P 情報を閲覧できる。さらに、創薬ターゲットとなり得る、タンパク質間相互作用を収集したデータベースに、d r p i ア s がある。 ありがとうございます。